皆さんこんにちは。今日は8月4日です。天城塾今日のテーマ、まず河野外務大臣の外交です。河野さんはこの夏休みに外遊しまくってます。この間あのイランの外務大臣と会ってですね、イラン合意、つまりイランの核開発凍結と見返りにですね、経済制裁を解除するというオバマ政権時代の合意をですね、トランプが一方的に廃棄する、その期限が8月7日に来るわけですね。8月7日にアメリカは再びイランに対して経済制裁すると、この問題が今大きな問題ですけれども、河野さんはですね、イランの外務大臣に日本はあの核合意を歓迎すると、イランがあの核合意を守っていることを歓迎するとこう言ったわけですね。でイランの外務大臣もその河野外務大臣の発言を、非常に心強いとこう言ったわけです。しかし日本はアメリカに言われてですね、イランの制裁に参加すると、8月7日アメリカが制裁発表してですね、当然日本にも要求してくると。安倍さんがそれを断るはずはありません。ですからこの河野外務大臣の発言はですね、イラン外務大臣にはいいことを言って、そしてアメリカとの関係ではですね、イランの原油を禁止しろと言われてですね、おそらくそれにしたことになると思います。ですからこの河野さんのこのイラン外務大臣の発言はですね、歴史に残る二枚舌外交になると、私はこう見てます。これが最初のこの外務外交批判です。